伊勢高柳商店街伊勢、高柳商店街アーケードの左側に今社という神社がある。伊勢高柳商店街は三重県伊勢市にあるアーケード商店街。愛称はエスポア高柳であるが、一般的には高柳商店街、高柳通りなどと呼ばれている。毎年初夏に開催される高柳の夜店は伊勢市の夏の風物詩となっている。また、2009年に、 経済産業省中小企業庁より、新、頑張る、商店街77選に選ばれている。伊勢市曽根と、同市宮町に渡る東西約400メートルに及ぶ、商店街で、商店街専用の立体駐車場を有している。他の市内商店街と比較して、医療品関連の店舗が多いのが特徴である。以前は58店舗が軒を連ねていたが、2010年、 現在は48店舗となっている。かつては伊勢市の中心的商業地域の一つであったが、昭和40年代の伊勢市駅周辺への大型店、進出、昭和50年代以降の郊外型ショッピングセンターや、スーパーマーケットの増加の影響もあり、夜店などのイベント時を除いて、客足はまばらな状態である。商店街の中心組織は、伊勢高柳商店街振興組合。 2011年時点で理事長は立花の正氏が務める。宇治山田市内の商店街はいずれも自然発生的に形成されたもので店舗間の連携を欠くものであったが高屋泣通りについては三重県内では最も早く1936年に商業組合として組織化された。組織化後、津市の大門商店街から見学者も訪れている。 1962年7月に、三重県、伊勢市及び、伊勢商工会議所が行った調査では、店舗数70、全店舗での売上高が約11億円で、伊勢市内10商店街の売上高の約25%を占めていた。同じ頃、伊勢岡田屋などの大型店が、伊勢市駅周辺に進出する計画があり、これに対抗するため、各商店街でアーケード化、 歩道のカラー舗装化が進められ、高柳通りでは1963年3月にアーケードが1967年6月に歩道のカラー舗装が完成した。また、1972年頃から駐車場の設置が進められ、1977年10月には120代収容の立体駐車場が完成したが、大型店進出前の人通りに戻ることはなかった。 商店街の生き残りを模索する中で、2003年から福祉の取り組みを始めており、同人ユニバーサルデザインを採用し始めた。気楽にどうぞのステッカーを貼り、車椅子利用者や高齢者、子育て世代に優しい商店街づくりを進め、2007年からは、福福、カードという高齢者と子供のいる世帯向けの割引特典等が受けられるカードの発行も始めた。 2009年にはこれらの取り組みが評価され、経済産業省中小企業庁の新、頑張る、商店街77選に選ばれた。毎年6月初旬から7月初旬にかけての期間で、末日に1、6、3、8月9日と土曜日の夜に開催される夜備せ大正時代に始まり、2010年の開催で94回目になるとされている。2011年の夜備せは、 最大約50軒の屋台が出店し、夜店といえば、昔はお化け屋敷やったなとの声を受け、長い間中断していたお化け屋敷が復活した。市長の日、高校の日などの特別な夜店の日の設定もある。ありがとうございます。